ヘタフェレー、イチカディスラリーが第30節、ラリが第30節、ヘタフェ対カディスが現地時間10日に、我、0、1で、ヘタフェは敗れた。久保建英は先発、罰したものの、後半開始からわずか6分で交代、ている。今シーズンの久保建英はダゾーンで、いつでも、子でも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中。と、下で先発した久保はチャンスに絡む活躍を見せた。前半の途中からは、右サイドに、ポジションを移し、シュートを放つ場面もあった。攻守に、で、9大点以上のプレーを見せたが、最初に、蹴られてしまった。ホセ・ボルダラス監督は、後、最初の方は難しかったが、彼は、非常にいい、パフォーマンスを見せてくれたと久保の、プ、を評価している。交代した理由については、術的な交代だと話し、前線に選手が不足して、た。ハイメ、またはよく働いていたが、孤立し、彼、またには、仲間が必要だったと説明した。久しに代わって出場したアンヘル・ロドリゲス、またとにトップを形成している。ヘタフェは64分、不運なオウンゴールから失点を喫して敗れ、結果的に、無得点に終わったが、後半は週、本数では12対3と圧倒している。我々はより敵陣へを出していた。もし得点できていれば勝てた、能性もあっただろうと、指揮官は、交代策に手、絵を感じていた。久保建英が2戦ぶりに先発。ヘタフェ戦ハイライト、両。